ふわっちにいるんよ、リリーおばさんっていうのが。ちょっとごめんなさい。おばさんってびっくりしちゃうでしょ。あ、違うわ、これ。TikTok の子だ。ごめんね、おばさんって言って。向こうのリリーちゃん、ちょっとエッチさせてくんない？っていうこと言えないから、向こうじゃ。ダメかな？TikTok、エッチさせてほしい。一回でいいから、ダメかな？ダメ？イエスかノーで教えてほしい。この時間にちょっと、病んでるかもしれない。病んでるかも。やっぱこっちは結構コメントあるけど、向こうあんまないから大変よな、やっぱ慣れないし、うん、難しいよね。ずっと喋んなきゃいけないから、こっちの方がやっぱ楽だよね。俺はね、向こうの少ないよね、やっぱ。奈良のライブ、いや、髪伸びたいよ。だいぶね。向こう流れすぎても、流れちゃうからね。よっ、みんないらっしゃい。おはよう。おはようぐらい言ってほしいな。おはようぐらい、小鳥ちゃん、カンピースさん、初コメさん、チョコパイ先輩、黒猫ちゃん、無料アイテム配達に、モテなさそうな名前だね、翔くん。それちょっとモテないんちゃう？パークね、一応延期、俺気づいたね、向こうのジョイのやつらが何がふわっちだ、何がふわっちだってやって、俺とバトルして、それは TikTok だろっていう TikTok リスナーに投げてもらって、やっぱ稼いでるね。うまくやられてる。向こうのやつだ。意味わかる？何がふわっちの配信者だって。それ負けねえよ。っていう感じで、やってるってこと。わかる、そうそう。俺、使ってもらってそうで、使われてるんよ。そう、リスナー火つくんよ。で、TikTok のリスナーがいっぱい集まってくるんよ。で、バンバン投げられるんよ。そう、標的にされてんよ。で、シキも、シキちゃんも、戦うとしきちゃんのアンチが投げるからやりたいんだよ、しきと。だからふわと一緒よ、結局。そうそう、で俺と戦うとスコアがすごい伸びるから、だから使われてるだけなんよ。だからうちのリスナー大変だよねって。わかるな、32号さん。で、アンチっつうか、別にアンチってほどじゃないけど、やられてるってこと。分かってた。まだ寝ないんですか、ちょっと寝れなくてね。ふと
配信しかないと結婚したいなって。
急ぎすぎ。ゼニゲバ王だわ。ふわっち王じゃなかった。ゼニゲバ王だね、俺は。負け癖つくから負けになれたらいけないよって言われた。ああね。うん、だってポケカでもガチだからね。この負けず嫌いって治らない。負けず嫌いって治らんか、性格。だって今年一番多分ふわっちで多分稼いでるでしょ。今月あれだからどうなんだろう。でも稼いでると思うよ。ゼニゲバ王なんじゃない？負けるとかじゃないもんね、そもそも配信って。自分が楽しければいいよね。ねえ部長山田さん。ねえ。負けの意味だよね。いつからか何かと戦ってるよね、うん、いつからか配信者とも戦って喧嘩して疲れるよね。こういうね197号さんみたいなこういうねポンプとか、うん、余計悪口言っちゃったりとかね、よくないよね。バトルのためっていうか、こっちで言うとイベントどうやって投げてもらうか、それを極めるわけでしょ。
いや、のび太だってあれストパーかけてるよ、俺宿毛矯正とか。ゼロワンはやっぱこっちの方が楽だわ。肩の力がやっぱね、肩に力入らないな。いや捨てないよ、うん、ファッチやめるわけないじゃん。宣伝になってるからね、ふわっちの。ふわっちって知らない人いたからね、うん、寝落ちできない、捨てないでねって、みんなも捨てないでね、うん、だからこっちをこっちの時間帯と決めて、まあ、定時は無理だけど、だいたいこれぐらいにふわっちやってる、これぐらいに向こうやってるってしたいな。うん。あ、マナピも久しぶり見たわ。マナピ元気？みんな結婚したいです。201号さんしてください。はい。あの見た目も何も気にしないんで、うん、家政婦、うん、いや家政婦じゃどうすんの、夜はどうすんの、うん、やっぱ飽きちゃうかな俺、やめようか、失敗するか、うん、いやふわっちで流行んないと思うよ。
しないで、あ、めぐちゃんおはよう。ちょっとうるさいと思う。ちょっとでかい。じゃあこれぐらいに。配信だけじゃ将来飯食えない。それはまあわかんないですよ。だって会社員、会社経営者、経営者は会社が倒産したらそうでしょ。会社員だってクビになる可能性もあるし、それ一緒じゃないですか。会社に限らないですよ。YouTuber もオワコンになればそうだしね。どの世界でも一緒なんちゃう？きっと。まあでも会社員とかに比べて、まあ、不安定だよね、より。より不安定。まあでもいいじゃん。楽しいじゃん、そっちの方が。安定もいいけどね。まあでも後悔しないよね。後悔は好きなことして生きてるからね。結婚するより復縁した方がいいんじゃない？いやー、その選択肢はちょっとないんじゃないですか。はい、おはよう。ああ、じゃあありがとう。サンキュー。何歳ぐらいがいいと思いますか？結婚相手？何の話？自分を強くさせるんだろう。でも時にやっぱ弱くなっちゃうね。会社もこれから。会社って3年続く可能性って何パーセントだっけ？ 5% とか、5000万あれば、5000万貯金すればいいってこと？毎食は現場仕事。復縁、いや誰もしないかな。現場朝早かったよ。5時には起きてたよ、毎日5時には。はい、おはよう。ひなちゃん、KP ありがとう。コリアンちゃん、おはよう。これふわっちのやつかわいい。かわいい。はい、コリアンちゃん、おはよう。人口だし、何それ。パワハラ、パワハラ、モラハラじゃなくて。でも配信はしないよ。はい、おはよう。ということで今月はもうスパークも延期だし何もないか。9月もなんかふわっちってなんかある？なんもない。
クルちゃんに彼氏コメしたり気をつけるね、だってでも俺の心配する心配してるんだけど結局当たってるもんね。ダメじゃん、一部ともそうだったし、また遊ばれてるなと思うから、出たかった。もうちょっと有名にならないとね、瀬戸内さん、ふわっちで、有名じゃないとやっぱ厳しいんじゃないですか。瀬戸内さん出ても誰も知らないもんね。何新パパって TikTok は、まあ順調っちゃ順調だけど、まあ楽しいよ、まあ、配信は楽しいんだよどこでやっても。まあでも悔しいよね。M ヒデにも遊ばれたらしい。だって M ヒデっていいようなこと言って近づいてね、ケツの穴の写真を撮ったんだよね。でクルがまだその出血血が出てる時でもやったらしいよ。とんでもないよね。なんか罰しかなんかするやん。香りがしちゃい。だからクルちゃんってバカなんだよ。ゼロワンママの最後のあれなんか落ち着いた。いや産後じゃなくてもう一つの方。誰もが配信食えないから。でもふわっちはいっぱいいるよね、飯食ってる人。つか時静香が変わったよね。でもひどいって言うけど降ろさせたの俺だからね。俺はもっとひどいよ、リリーちゃん。静香ちゃんが変わってね、もうみんなにアイテム投げないでとか言うようになったんよ。だから優しいリスナーに囲まれると人って変わるんだね。でリスナーさんが変えたいよ。あの静香がね。だからこっちでやってるとどんどん、なんか心が汚れるね。変われないよ。俺もだって普通にね、その暴言とか吐いてないけど楽しくやれてるよ。で、みやびくんもなんかそんな炎上系じゃないしね。いや結構俺の、そうだよ、俺の親父の、じゃ俺のお母さんは飲み屋のね、飲み屋の娘だからね。だって加工つけすぎて指が曲がってるね、みやびくんとか。悪いって言ってる。いやいや、全てじゃないよ。全ての人は言ってないけどね。TikTok、囲われてるで。京子うるさいお前。ミントいらっしゃい。俺向こうのデータ見たんだよ。ミートちゃんはずっと枠にいてくれてる。
ネミーとちゃん、フォローしといた。すごくない？向こうね、一覧見えてね、ミートちゃん8時間滞在とか全部わかるんで、データが、うん、で昨日1日で800人にギフトもらってる。800人ね、うん、そうだ、分析できるから面白いね、うん、分析、うん、誕生日10万円ファンタ爆投げします。うん、かやちゃん、うん、あかんな、もう俺じゃやっぱあれできないわな、うん、力不足だわ。 LINE も返ってきません、かやちゃんから。いや今説得してるけど LINE も既読無視やな、かやちゃん最近不安定。かやちゃん常に不安定じゃん。おはよう。常に不安定じゃん。ね、安定してる時なんかないじゃん。ねえ、いつも競馬負けて怒ってんじゃん。あれなんで毎日競馬やってんの？うん、ワンライブってあくまでも配信者の人じゃん。例えば普通に正社員つうか事務員とかそれは問題あるけど、結局は配信者だから問題ないよ、うん、うんうんね、うん、引っ越したの、まあね、神戸に来て、あれは何、親の紹介だっけ、いやちょっとなんか甲羅ベタベタすんな、水飲む。つかマックのなんかエビのプリプリしたやつうまいな、これ。これなんてやつ、これ レタスバーガー、何これ、これ何やねん、これ違うやつか、これ誰やな、これ勝手に食ったろう。そう、エビカツのやつうまかった。プリミノバーガーっていうの、なんかエビフィレオみたいなやつ、01家臣が、ああね、ブロック入れてるからね、まあ無視でいいや、西さんいらっしゃい、西さんお疲れ様。これはうまいな、朝起きてな、寝てないよ西さん、ふとふわっちやりたくなって、うん、うん、マック腹が減る、
子供の頃から早いに食うの、うん、早いって口がでかいから食うの早かったね。だから小学校の頃とかさ、給食でも食うの早いからちっちゃい頃恥ずかしいじゃん。だからお周り見ながらあのスピード合わせてね。で一人がおかわり行った頃に自分もおかわり行くんや特攻はちょっと恥ずかしいでしょ、うん、で大体あの なんだっけな小林くんだっけな、結構ぽっちゃり系のさ、毎回おかわり行くみたいな小林くんが行った後とかに行ってた、うん、だからたくさん食べるのもちょっと恥ずかしいとかなんか思ってたね、うん、男もあるよそういうの、うん、うんこも恥ずかしいとかね。いや子供っていうか、なんか20、25ぐらいまで、いや、まあ、20代後半まで痩せてたよ。どんだけ食っても太んなかった。ガリガリだった。ガリガリバキバキだったね。うん、あの初めの奥さんに、もう、なんかすごい腹を舐めてくるんだけど、どうしたのって言ったら、いや腹筋がすごいって、うん、筋肉が興奮するって言われてた、初めの奥さんに、うん、でお腹力入れてって言われてた、何キロでもね、痩せた方が体が楽だからね、うん、うん、痩せた。何に二人ね、こっちの方が好きかもでしょう。こっちの方が面白いんで俺実は、うん、あんな行儀よくねえな、クソみたいにの猫かぶってくだらんくだらん、うん、しょうもねえやつと愛想よく何喋らなかな、くだらねえ、くだらねえやつと、いや疲れるわほんと、面白さ出せるね、うん、うわぁやりてえとか言えないしね、うん、でそもそも好感度気にしてやってないから配信、うん、好感度気にしなきゃいけないから言いたいこと言えねえよ、ありがとう、れいちゃん、うん、厳しいな、もう結構煽りはできるね、喧嘩してるやつとかいるし、バンになってないもんな、うん、喧嘩はまあできるかな、お母さん、鼻ごっついのお母さんだね。でもママに似てるかな、どうだろう。お父さん似てるかな。親父に似たかったな。でママに似てんじゃない。ママに。あの家大丈夫だ、市営住宅だから、うん、宮城さん
夏マロいらっしゃい。パパに出る、うん、髪質でも俺この髪質おばあちゃんじゃない、おばあちゃん、うん、わ、わしはね猫毛みたいに毛細かった、うん、お母さん直毛だね、うん、おばあちゃんがね今日テンパだったから、うん、あーもうコロナだるいわ、コロナが、コロナさえだるいのに、だるいやんと、いや増毛つうかハゲてねえから、うん、何占いで何コロナになるっつってた、うん、いや前もきつかですか、今もきついで普通に、うん、4個2人倒した、あと2人、ああ昨日異常だったわ、ほんとリリーちゃんとかサマちゃん思わない、おかしいよね100万スコアとかさ、普通のバトルで向こうやってるよねあれ、うん、こうや完全になんか潰しに来てるわ、もうやめようかな、もうやるの、何よ、いや俺とやるときに絶対にあれ、うん、ゼロマンを狙って小さいアイテム爆投げ、ああいるってこと、それ同じ人、それブロックしないとね、いや楽しいよ、どんどん超えてくるよね、リスナーもガチで投げてるから見てたらわかるでしょ、うん、すごいお金よ、だからそこに俺がプライドを持って、だからあの意地になってやり続けてもって思うよね、うん、まあ世界一だからね、で世界一にすぐ目つけられてるあたりの評価、結局そんなもんってこと、うん、でこうやって会いたいんじゃないもんね、でも負けていちいち会いに行くって屈辱だけどね、うん、まあ絶対勝てるっつったってね、もうリリーちゃんも相当言ってるからね、もう、うん、羨ましい、うん、言葉かけるのね、確かにトークスキル高いね、うん、元気だよね、ホスト行って配信やってて、まあ元気だよね、うん、決めてないやね、大丈夫、うん、私と結婚して自己紹介して、自己紹介、花がある、なんか薄れてるやっぱ俺、こっちじゃねやっぱオーラあると思うけど、ちょっと薄れちゃうか、困ったね貫禄出てないか向こうじゃ、あかんな、ね、切なくなってくる、ふわっちじゃ別にね、うん、ライブの話分からん、いや挑戦しててね、うん、アイテム無理しなくていいよ、うん、ちょっと焦るのやめよう、
俺会った人にほんとオーラあるって言われるんよ、まあ、こっちだったらまーちゃんっているじゃん、すごい投げてくれる人ね、会ってからめっちゃ投げてくれるようになったからよくイベントの時まーちゃんまーちゃん言ってるっしょ、うん、会ってからやからな、うん、歌舞伎町で竹尾さんいらっしゃい、どうも、はい、キヨさんお疲れ様、うん、もうなるなるちゃん、レインボーあるか、うん、ないよね、うん、お金を稼ぐか女だけ幸せにするか、女幸せにするのにお金稼がないとダメやろ、うん、うん、でお金稼ぐにも目的がないと稼げないや、だからまずお金って楽したいからね、楽するためにお金って稼ぎたいじゃん、でも別に俺楽しようと思ったらもうできるもん、うん、でもそこじゃない、やっぱ目的って、うん、だってまだ自分の可能性を信じてるし、まだもっと成長して大きくなれるって思ってるからやるんよ、うん、これは配信者としてね、ちょっとでもね、うん、別に今でもいいけど、所詮まあふわっちですごかったよねっていう、今俺が配信人生を幕を閉じるとするなら、まあふわっちでまあそれなりにすごかったよねっていう、いあの評価やん、でも俺はねもっといけると思うよ、うん、だからやるよ、うん、で今やらないとね、だってもう40になってまうから、年取れば取るほどもうしんどくなってくるから、もう今しかないよ、40歳までだと思ってるから、うん、ダッキーってね、自分より一回り下の子たちがさ俺よりもすごいわけだからでもね諦めたらねあれだから、うん、知名度つか向こうも知名度じゃない結果だね、向こう似てるで結構、うん、それは動画でなんか知名度ある人の方がすごい知名度いや、奈々ちゃんの方が年上よ、うん、奈々ちゃんの方が2個ぐらい上なんちゃう、奈々ちゃん行く今年40だっけ、うん、その辺年下だと思う、うん、うん、リスナーさんにたくさんいるのにユキちゃん選ばないよね、さすがに、うん、何丸々クリニック深夜ちょっと同い年、うん、とかゆいがさんと絡んでないね、ゆいがさんとねちょっと絡みたいな、絡めるからね、ちょっと興味ある絡んどくわ、ゆいがさん、ずっと輝いてそう、まあ、向上心あるからね俺、うん、だってねまだ限界かなと思わないよ、まだいけるなって思ってる、うん、だ実際伸びてるからね、うん、ガクンと落ちたらちょっと考えようかな、
金梅さん無視してないですよ。 LINE 来たら返してますよ。奈々ちゃん似てる？たまになんか性格似てるとこあるって言われる。常夏くん、まあ普通ちゃう？成功の秘訣、あの綺麗な気持ちだけじゃ伸びない。憎しみとかそういう憎悪とかそういう気持ちが大事。ふわっちは、うん、そういう、うん、そうドロドロしたそれをぶつけないとね。うん、そういう気持ちがないと伸びない。うん、でパルも今いろんなね立場弱いことがいっぱいあるから抑えてるけど、すごい粘着すごいし、すごいからねパルパルって、うん、かやちゃんもそうでしょ、うん、アンチもこの時間だからじゃない、アンチはいるんだろうけど、たくさんちゃんとリスナーさん囲ってくれてるんじゃない、この時間でも。うん、和解しないよね。なんで和解するの、日がないのに。むしろ向こうが日和ったやん。うん、それ答えや。うん、多分スパークのことでアンチはすげえ増えてると思うよ俺。うん、正直ね、だから思うことはいっぱいあるよ、うん、自分なりにやってても言われるからね、こうやって体かわいそうとかね、だから思うことがあるけど何も言わない、言うべきじゃないしね、うん、だからまあ今後はちょっと考えるよね、うん、この先はね、うん、そういう、まあ、盛り上げようっていう気持ちで、まあ、始めてることだけど、まあ、うん、ふわっちでは向いてないのかもね、違い大丈夫。昨日も1時間喋ってる。1時間ぐらい喋ったね、うん、でふわちゃんやっぱアンチが増えやすいね、すごく、うん、TikTok 全然増えないからね、別に何も変わんないけどね、スタイルは言葉遣いぐらいだから、うん、悩みがあって、うん、まあ慣れるからね、で欲って尽きないし人間って、うん、俺ももうおかしいよね、このアンチは少ないと思う。ふわっちからアンチが来ることがあっても、うん、TikTok 時代は嫌われてないね。だって俺初めは閲覧30人ぐらいいてね、まあ、50万ぐらい稼げたら幸せかなと思ってたら、達成したらね、いや100万ぐらい稼ぎたいな、閲覧もね
やっぱ100人ぐらい安定してほしいなとかさ、もう欲が止まらないよね。うん、ね、うん、配信って、俺配信欲の塊だから、うん、いや株はちょっと頭悪いからできないです。うん、みんな何なんの欲が強いの。俺食欲、性欲、もう配信欲が圧倒的にすごい突き抜けてる。うん、だって俺もうぶっちゃけね、もう今年めちゃくちゃ頑張ったし、適当にリスナーでね、ちょっと可愛い子と旅行行ったっていいんよ。うん、1週間ぐらいリスナーに行って、行ってね、ちょっと1週間息抜きしてくるわってリスナーさんと。でもそんなことしようと思わないもんね。コロナだよ今、コロナ。でもね、俺あの向こうって7割 TikTok のリスナーさんで、どうやったらリスナー増えるっていうか、あのね、コミュニティ作るのうまいかも。うん、この慣れ合いサークル、オプちゃんそう思わない？うん、固定リスナーさん作って、こうやって毎日喋ってっていう、うん、そういうあの国づくりはちょっとうまいかもしれない。うん、うん、ツイキャスっていうのはふわちと似てるからあれだけど、コメントしやすい、まあ居心地いいっていうのがいいよね。居心地よくしないと閲覧って増えないから。居心地いいっていうのはあのコメントせずに聞いてられる枠だからね。ボケーっと、はい、ともちいらっしゃい。ボケーってやっぱ聞いてられる枠がいいよ。うん、で俺の声はちょっとねちっこいから、尖ってないから、うん、尖ってる声とトークってあの一時的に面白くてもずっとは入れないんよ。うん、でちょっと眠たいぐらいの枠でしょ俺、特に夜中とか。うん、だから芸人とかがふわっち来てなんか空回りするのはそうで、うん、配信って違うから、別物だからね。成功できるようにありがとう。まあもうさらにハードルとかいろんなトラブルも多いからね。うん、雰囲気、喋り方、プロ野球、落ち合いはないでしょね。落ち合いってあいつふてくされてない、ちょっと、うん、偉そうじゃない。そんなで落合って偉そうに野球語ってんじゃん。俺偉そうにそんな語ってる？そんな貫禄出てる。で息子いるでしょ落合の。どうしようもない、うんうん、水面下で動いてる。イギリスとの弁護士かなんかダメ。次何？スネ夫の弁護士ダメで、自分らで探した今弁護士の段階なんちゃう、うん、なんやろうな、うん、いつまでやるんやろうな、
着がすごいわ。あ、みずちゃんありがとう。大丈夫？娘見てないっしょ。弁護士使って警察が相手してくれないからよ。うん、それは警察とは連絡してるんちゃう。警察署行けばね、連絡ぐらい取れるから。刑事事件にならないから弁護士使うわけでしょ。うん、で民事でやろうとするわけでしょ。うん、そもそも警察に相手されてないんよ、初めから。うん、スネ夫ってなんかそういうハッタリとか異性で生きてる人間じゃん。それを鵜呑みにしてる配信者が多すぎたってこと。うん、でそれで俺腹立ってたんです、ごく。それに便乗してる配信者にね。うん、よっぽど嫌いなんだなって俺のこと。うん、俺からしたらムカつくでしょ。うん、そう思わない？うん、で結果としてどうなのっていう。うん、スネ夫の言ってることを信じてた人たちはどうなのってことよ。うん、何もないでしょ。うん、そんなもんですよ。うん、服くれてた前でしょそれね。うん、働け、いや働いてる、稼いでる。うん、凛ちゃんとセックスしないね。うん、前した時も前儀も全くしてないからね。うん、前儀ももうしゃぶらして突っ込んだわな。うん、とりあえずしゃぶらして。ゆーちゃんおはよう。サイデで別にいいやん、相手もいいんだから。下手くそ、すいませんすいません。うん、もっとね前儀で満足させれる男でありたかったうん、すいません、うん、下手っぴねがすいません。うん、よかった、もうようわからんやん。うん、溜まってるからもう出せばいいよね猫すって。うん、違う、うん、好きじゃないんだな。お久しぶり。聞く？すいません、誰が一番剛毛だったの剛毛マニアが来たぞ、剛毛フェチが、うん、俺と一緒だね。俺も毛深い女好きだからね。うん、ミーコが一番いいらしいね何それ、どこ情報なのね。うん、あたかも知ってるようなね、らしいねでちょっと釜かけてくるけど、なんやねんお前どこの噂やねんそれ、らしいねって。どこ情報、どこ情報や。イキリスト情報、イキリストがミーコが一番良かったって時静か剛毛じゃない、時静か脱毛してるで、全身80万かけて。うん、あのサムネ大きさの比率なども改善、いや体調はね良くないですけど改善またお願いします。うん、でなんとか投下してほしい。ちょっとようわかんないさ僕。うん、ありがとうエミちゃん
393号さんのこのコメントさ、みんなもそうじゃん。昔に付き合ってたとか誰が一番良かったとかって思う、うん、思わないよね、うん、そんなのもう忘れたよ、うん、ヒゲの脱毛、ゼロワンさんはぽっちゃりと中肉中背と細い言うたらどのタイプですか？かっこ、はじめまして。まゆさん、はじめまして。まずぽっちゃり、中肉中背、細い人ってこう3つに分けてるけど、ぽっちゃりと中肉中背どう違います？そこ気になりますね。こう3つに分けてらっしゃるけど。リカちゃん、おはよう、うん、ぽっちゃりと中肉中背どうなんすかね、うん、これ大丈夫じゃないよ、リカちゃん、しんどいよ。はい、ベニオいらっしゃい。ガリガリとデブが好き、うん、うん、レルマナちゃん付き合ってる時はね、ぽっちゃり好きだってよ、まあ、ぽっちゃりつか痩せてたよ、うん、マーヤンは良かったからね、マジで、うん、3回してるからね、うん、3回も。もともとよね、痩せてたよ、ちっちゃかった、145センチだった、ちっちゃかった。しけちゃんぽっちゃりだね、うん、ぽっちゃり。しけちゃんケツでかいね、ケツが、うん、いいケツしてるで、多分体重で言ったら60から80ぐらいが中肉中背、80から100がぽっちゃり。デブやないか、もう100キロいったら、デブやん。ねえ、ぽっちゃりの、ぽっちゃりデブは何キロなんとか言って、100キロ超えたらデブってこと、うん、デブとも言いますが、うん、あんまね、悪口とか使わない。だから何、面白いやん、コメントが。コメント面白いやん、これ。60から80か80から100。だったら、60から80の中肉中背の方がいいかな。で、さらに痩せてる人だったら細い人がいいかな。その3択ならね、ガリガリはちょっと悩むな、ガリガリはね、60は道歩く。モデレーターさん、これちょっとブロッコリーしてひどいね、405号さん、どうすんの、歩いてる人いたら。俺は93キロあるからね、93キロ、うん、中森明菜ちゃんは細すぎるよね、ちょっと嫌かな。工藤静香とかね、もうちょっと頬がこけてる系ちょっと厳しいかな、だったらデブ行くな、うん、だったらゆきちゃん、ゆきちゃん体験の方がいいかな。ちょっと細いってやっぱ色気がねないよね、ちょっとね、どうなんだろう。でもユリナはなんか別にいけちゃうけどね、うん、ユリナちゃんは、うん、ユリナはなんかいけちゃうな、うん、ガリガリっつうか、腹筋とかでいいかもしれない、
細いでも仮に身長が155センチで体重が106とか無理じゃないですよ、うん、それまゆちゃん、うん、ガリガリばっかりで、ゆまるってぽっちゃりだからね、あれ気痩せしてるだけで、うん、ゆまるちゃんそんな細くないで、ムチムチであの子、デブではないけどね、うん、無理せんようにしよう、いや無理しないとダメない、小杖ちゃん、小杖ちゃんがねちょっと体調悪くても配達行くように、俺も配信頑張んないとね、コロナでも、うん、ありがとう小杖ちゃん、お母さんぽっちゃりだね、まあ年だからね、お母さん、うん、いや胸はどうでもいい、うん、でも乳首はしっかりしてた方がいいかな、うん、乳首はちっちゃいよりもちょっとしっかりめが好きかな、うん、で結構黒い方がいいかな俺は、うん、乳首はね、うん、しっかりでしっかりとちゃんとしてた方がいいんだとか言って、うん、もうしいたけとかかりんとうぐらいがいいね、うん、毛もしっかり生えてた方がいいな今日親父がね通ったんだよ、俺のママが飲み屋の娘でその店に通ったんよ、で口説いたんよね、うん、であのヤクザも俺のお母さん狙ってたんだよ、うん、だ結構ライバルが多かったんやろな、うん、そう通ってね、うん、お母さん口説いたんや、うん、うん、私彼氏いるけどちゃんと選ぶなら01さんか淳さんか天然さん、ちゃんと選んでないやん、誰にするのよまゆちゃん、誰にする？ちゃんと選んで、うん、タイプ曖昧じゃない？みんな高身長、うん、どうする？ちょっと淳もねちょっとほっとけないし可愛いよね、チラチラ見るけど、うん、だからたかしもそうだけど憎めないんよな、なんかね、うん、あれ母性くすぐるよ、うん、母性をねくすぐられるでしょ女の子はね、うん、まあでも俺やろうな、金もあるし、俺の方がいいんちゃう、苦労するよ、苦労したくないなら一緒に苦労してもいいならね、アツシって若いの？俺より年下？うん、高い、みんな高いんちゃう？身長は、うん、弱気しそうって女次第じゃない？チンコ太そう太いよね、でかいよね、ほんと太いしやっぱふわっち面白いもの、しょうもないコメントから、ね、久しぶりで笑っちゃうんだけどね、ゼロワンチンコ太そうとかさ久しぶりに見るよ、面白くないコメントが、アンチコメントって笑えないけど、こういうくだらないコメントは面白いね、やっぱ、
さんありがとうメガホン。言えないもんな。TikTok のリスナーさんどう？こっちの方が面白い。そんな高いんだ、私。年は。チビデブハゲじゃなきゃ。チビデブハゲ。どれが一番、やっぱハゲが一番嫌だ。俺はデブだからね。あ、もちちゃんいらっしゃい。もちちゃん、フォローしてあげるね。フォローしてないやんけ。ハゲ若いね。ハゲとデブ、ハゲが一番モテないよね。よかったわ、髪の毛生えてきて。何色が、まあ、実は緑好きなんよ。なぜなら親父が緑好きだったから。濃い緑ね。まあでも赤も好きだけどね、なんかリーダーっぽいから。まあでも着る服は黒か紺が多い。ミキちゃんはよ、くせ毛気持ち悪い。そんなこと言うねん、生まれつきなんだな。しゃあないやろ。お母さんは A 型かな。親父 O 型だったっけ。黄色が似合う。それはアイコンのイメージよね。アイコンの、もういいよ顔と見た目のことは。俺もコンプレックスだらけだからやめてよ。誰が親父がつけた。ノアいらっしゃい。ギャランドゥすごそう。いやそんなすごいかな。一回も無駄毛処理したことない。おはよう。まあ一応こうつながってるけどね。こうつながってこう言ってるよね。胸毛もあるね。胸毛もちょっとやや右の方がちょっと毛深いかな、もっと。いや太ったんよ。まあね、脱毛してもいいけどね。でもまあいいかな、見た目は。美意識がないよね。お金かけてもいいけどね。しなくていい。大丈夫パルパルさん。結構咳してるね、やっぱコロナだから。でマリオどこ行ったん。マリオ今日何曜日。マリオ帰った。大丈夫つかしょうがないよね。しんどいと思うね。体重もあるからね、ちょっと心配ないよ。アイテム飛ばない。今日ってさ、昨日炎上ニュース声ちっちゃかった。全然起きなかったから。
何言うかって人にお金って何それ。眠そう、寝ようか。抜かれてもね、まあ15年ぶりだからね、応援してあげてみんな。寝てない、どこにまだ決まってないです。お金返してください。借りてません、あなたに。お金は誰にも借りてません。基本借りませんお金は、はい、どっちかっていうと貸すことが多いです。高揚しない方がいいよ。継承って何？審査通らないっていうか、一回落ちてから審査してないね。だもっと緩いとこ行けば通るよ。緩いとこやればね。あ、ネイブ大丈夫だ。まだ1年も経ってねえんだぞ。ずっと続くんやから大丈夫よ。大丈夫。俺が稼いでるしね、大丈夫やね。奈々ちゃん来てた？エアコンあれ、なんか18度の今日一日中、オワコンにならないように頑張るよ。なんかスーパーの裏みたいになってる向こうの部屋。寒すぎて、で腹出して寝てるよ。でエアコンの角度こう真下ね。よう風邪ひかないなと。20代の松崎ツイキャスじゃない。貫禄出た。いやー年取ったな、老けたな。結局何だったんだろうね。俺がダメだね、あれ。社会保険舐めてたね。社会保険舐めてましたね。すいません。系列か、首が重いからこう支えてる。だっておじさんじゃん。おじさん、もうおじさんやからな。若い方と、社会保険って半分会社負担でしょ。だから社員ばっかずっと入れても負担がすごいってこと。でも入れるならしっかり全部ちゃんとしたいじゃん。入れるはいいけど何もしないじゃね。あれやろ。まあ知ってたけど ここまできついのかなって感じ。
ゼロワンかっこいいな。あとまちゃんありがとう。センキュー。フォローしてない人フォローしてね。今何人フォロワー、今年の目標5万人。結構頑張るね、お仕事ね。なかなか増えないね、こっからもうちょっとやな。仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。男とたくさんの免疫がないリスナーの集い。たくさんの免疫がないリスナーの集い。これどういうこと？何これ？結婚式は奥さんに決めてもらう。もう好きなようにしてあげたい。パパ、娘できた？娘、はい。娘、かわいいね。なんちゃいなの？はい、泉、おはよう。泉ちゃん。自立してる仕事とか、まあ。そうだな、仕事をしてる人がいいかな。仕事をしてて給料は手取りで18万ぐらいで、一人暮らしで家賃払って、もうそんな贅沢できない生活してる人、でそういうこと、結婚して人生変えてあげたい。ねえ、それで俺と結婚してよかったなって思ってほしい。苦労、生きてく辛さを知ってる人、大変さを、そういう女性は多分感謝もしてくれるから、苦労してる人がいいかな。案外どうだろう。ちょっと OL とかね、バイトとか、そうそう、絶対ありがたみ分かってくれるやろ。で育ちがいいとか金に困ってない人は当たり前になってるから、してもらったことにありがたみが薄くなるんちゃう。俺はもう死ぬ気で稼いでるからね、配信で。でリスナーの気持ちがたくさん詰まってるから、すごい重みがあるよ、俺のお金って。そう思わない？みんなね、リスナーの思いがすごい詰まってるで、たまにはねちょっと投げてやろうかなっていうのもあるけど、特にふわちで稼いだお金とかね、 TikTok もなんとかゼロワン勝たしてあげたいって純粋な気持ちよ。そうか、そうよ。普通にサラリーマンやって、あ、早く給料日来ねえかなっていうお金じゃないからね。でもたかしに爆投げしちゃったわ。たかしが可愛くて、たかしがね、もう一発いいですかってねだってくるんだよ。よくあの
遠慮知らないからね。TikTok で成功したら、たかしの投げ師になるわ。リリーさんレベル。奈々ちゃんとはもうね、ポルポンにもファンタ投げてるの知ってる。あれ昨日たかしに投げようと思ったんだよ。そしたらもうなんかコメントの流れが変わったから、まあどうしようか、今投げてもあれかなと思ってポルポンに投げた。爆投げ師の、いや、やりすぎたなと思うけど、まあでも楽しいからね、投げるの。ちょっとレベル100目指そうかな、俺も。ふわっち91もすごくない？結構どう、リスナーさん、視聴者レベル91、結構な投げ師さんじゃない？一緒。バグ投げ師も、まあ配信有名だから、ハーゲンダッサーとか配信したら1000人来るよ。1000人で、まあ1000人来て落ち着いて、でもまあ2、300人とか、で話が面白かったら2、300人固定できるだろうね。2、300人、いくつからつか花火一発でも投げしたんじゃないのね。つか投げしつかリスナーさんだしね。でも投げ、ふわっちで投げしって認知されるのはまあレベル100じゃない。でもね、投げ師さんだけ大切にしてもね、やっぱコツコツ投げてくれる人大切にしないとね。ペガコどこ行ったの？知らん。すぐ見つかる。います？結婚相手。まあ人生を俺にかけれる、そして俺の夢とか目標を一緒に自分の夢とか目標にしてほしい、そういう人。で支えてくれる人。で出しゃばらない人、俺の仕事に口出さない人。頑張ってなるっていうのはストレスになるで、そういう価値観の人がいない、そもそも。モラハラゲーつか配信出さないよ。カップルゲーとかしないよ。何歳まで、まあ、10歳ぐらいでいいんじゃない、上は。下もっていつも言ってるよね。27から47だよ。まあでも27つってもあれだから、22、23から47にしようか。ちょっと下がっちゃった。それぐらいで。まあ22、23若いか、25ぐらいかな。
上でいいんじゃない、うん、いや、お下がりだね、うん、もうふわっちの傷もはダメ、うん、傷もダメだね、うん、配信者処女じゃないと、配信者に手出された女はあかん、うん、傷もだって配信者に手出されてる時点ちょろいやん、あかんやんな、うん、いなくないとかいるでしょ、いっぱい、うん、いっぱいいるでしょ、配信者みんな抱かれたん、うんうん、いくつ作った、うん、30人ぐらいだ、気をつけちゃって、すいません、はい、おはようございます。なんで結婚だって、どうすんの、年取ったら、うん、もう60ぐらいになったらねえ、うん、紅白歌合戦見て年越しそば食べてね、起きたらお雑煮食べたいよ、うん、うん、子持ちでもいいのかって、まずそれはママが考えることじゃない、どうなの、うん、その意見聞いて決めようかな、うん、どう思ってる、再婚すること、平凡な生活が幸せ、今幸せだけどね、つかちょっと足が腐ってる、真っ青なんだけど、なんだこれ、足が腐ってる なんか色がおかしいな、何やこれ、キモ、たまたまかな、嗅ぎたいって、見たいじゃなくて、嗅げないよね、うん、見せて、いや、いいよ、また汚いとか言われるし、皮膚科、アレルギーのやつ、そうだね、ジンマシンのアレルギーの検査1週間後って、リーちゃんいる、リーちゃん、出勤率 100% いないか、さすがに、いたらはーいって出てくるけど、寝てるか、出勤率 100% だからね、カウントダウンしようか、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、いやー、無欠勤記録が1年ちょっとで途切れたね、疲れてるね、TikTok もね、あれしてこれしてね、さすが寝てるね、うん、無呼吸の結果も病院行ってないからね、機械つけて寝ないとね、多分病院行かないとね、
6時か。今日も起きてられないか。何お歳暮企画って。ギーちゃんご褒美。いや、言うなら、それ言うならもう、めちゃくちゃしないと。ギーちゃんに限らず、みんな頑張ってるんやから。配信してる時に家来たらね、何でもグッズとか持って帰っていいよ。何してほしいの？してほしいこと言いなよ。みほちゃんありがとう。まあ人間ドック行ってるからね、アイテムはいいよ、胃カメラしたよ、注意してほしい、死に来るよ、キスぐらいしてやるよ、注意して来いよ、じゃあ、してやるつかもう勝手にしたらいいじゃん、こう座ってる時にめんどくさいから、好きなことしたらいいや、勝手にして、歯茎舐めのキモいっしょこれね、いや、コレステロールとかそういうのはちょっと問題あるなんじゃね、やっぱ、軽度の脂肪肝だからあんまね、そんな健康じゃないですよ。だ糖尿も予備軍だから、でも薬毎日飲むほどじゃない、何もしてない。つか最近ね、副耳になってきてるんよ、耳がね、でかくなってるんよ俺、これびっくりしたね、こんなでかくなかったからね、今年入ってからすごい副耳なんよね、耳が垂れてきてる、耳たぶが、これびっくりしたな、でかなってる、そういうことあるよ、ちょっとやっぱふわっちが余裕できたのがでかいな、イベント出ずに、そんなね、まあイベント配信もね、やっぱ俺のイベント配信面白いからね、あの最終日、イベント配信でやっぱ沸かせれるからね俺は、それなくなるのは名物がなくなるからちょっと寂しいけど、でみんな徐々にね、無理させずに、するから、ね、ふわっちみんの人、怒鳴ってるとかでかい声出してる、怒鳴ったら相手も飛ばないよね、いや、いいよ、もう、ゴールドがなるんちゃう、でも今月、再来月は別に出なくても大丈夫だね、3ヶ月平均だから、今月8月で9月も大丈夫、なぜなら7月がすごいから、誕生日付き10月も出なかったら落ちるね、プラチナどころじゃないかも、ゴールドプラスとか行くかもね、落ちるんちゃう、だって今月マンスリーないなの、
今月の収入見る？でも俺まあすごいからな、賞金とかで。これ見たらびっくりするで。稼ぎすぎ。ゼロワンすごいなってなるよ、ふわっち。なんか先月の賞金とか入ってるからね。マンスリー2のやつとかもあるからね、今月。贅沢はそんなしてないっすよ、不安もは頑張んないと、待ってるよ。だからこうやってやってますよ、いやもうナイスはやらないで、イベントもやらない、まあ恩返しじゃないけどね、負担かけない、だからまあ時間かかったけどね、ふわっち無料で見てもらえばいいよ、それでも投げたい人は投げて、それだけでいい、これからずっとは分かんないけど、その出ないようにできたらそれもまた恩返しかなと思ってる、そういう部分でも TikTok 頑張ってるんだったら理解もできない、まあでもふわっち運営さんからしたらね、困ったもんだよね。ふわち運営さんからしたら、今まで育ててやったのに、なんでこっちで売り上げ上げないんだってなっちゃうかもね。この前言ったのはどこ情報、俺今ふわっちでね、あこっちの方がいいわって言ってるし、そういうニュアンスのことちゃう、息が楽だしね、なんか俺の発言悪いように捉えないで、いやないですね、もちさん一番すごいんじゃない？ドンペリ将軍って枠も来たことないね、株式売り出しで8億円ゲット、危険、いや分からん、ポイントはあるけどね、知らなかった、知ってるに決まってるやん、あれなあ、ランキングもさ、イベントもさ、ねえ1位で俺2位だったじゃん、知ってるよ、知らないふりしてんだよ、みたいなことは言えないからね、向こうは、寂しいな、どっちなのこっちでね、ナイスとかイベントやってるときはイベントばっかりとか、ようわからんよね、ほんと、やめて、どっちにして文句言うの、ナイスナイスうるせえよとかさ、
一回降りるって話あったね。うん。みんさんおはよう。イベントやらないの寂しい。567号さんっていつも応援してくれてる人、イベントね、なんか大きなイベントとかね、なんかあればね、あれだけど、私とそろそろ、誰ですか？誰でもいいわけじゃないんで、はい、はい、すいません、チコちゃん、それはちょっと調子乗りました、すいませんでした、はい、ごめんね、チコちゃん、ちょっと甘えちゃいました、なんでそういうのもあって、ちょっと今ふわっちやってます、寝れなくて、はい、ごめんね、チポちゃん、ママに怒られた、ママに、ママに怒られた。で、ロビさんも怒ってる。やらないって言ってないよ。ママごめんなさい。リスナーさんもちょっと一緒に謝ってくれない？チポちゃんに。ごめんなさい。すいません、調子乗りました、森さんも謝ってくれる、発言認識する、発言を認識する、チポちゃんがやっぱすごい人だからちょっと他の人で頑張ってたから、一線ね、ちょっと弱い人で、チポちゃんの力を見せてあげたか、見せたかった、すごいからね、自慢ないよ、自慢のリスナーさんだから、あみーちゃんごめんね、チポちゃんがね、ふわっちのエースとかって俺が言うじゃんって、自慢したいんよ、そういう自慢みたいなやつ、そういう認識でいいですか、だからそれをチポちゃんは別に求めてもないから、言うならふわっちリスナーさん休んでねっつってやってるのに、それは違うなと思ったよ、それはちょっと俺思ってたから、来てすぐ謝ってるでしょ、だから挨拶すいません、気をつけるね、チポちゃん、だからしっかりといてね、チポちゃん、気をつけるね、言い訳していい、チポちゃん、ちょっとコロナっていうのとはちょっと必死に長時間やってるから、ちょっと疲れて、リスナーへの気遣いがちょっと、スパークのこともあるし、ちょっと多めに見てください、今でもこう、またロビさんまた来るでしょ、この波が、みんな怒ってるよ、これ今またあれだったな、チポちゃんちょっと、そういう認識だから、じゃあちょっとチポちゃんのアンサー待ちます、とりあえず、
はい、615号さん、はい、言い過ぎね、NG。ちょっと見せしめで言えるわ。いや、仕方なくはないけどね。発言は以上です。気をつけます、チポちゃん。っていうことにちょっと返事をしてほしい、ちょっと。すいません。うん。ぐさっとくるよ。うん。よくわかんない。まあ、慣れるけどね。チポちゃん気をつけるね。チポちゃん。で、痩せれなかったって言うけど、93キロまで落ちてるからね。で、あと2日で落とす予定だったから、そこは別に問題なかったよ。うん、どうした、さっきまでの平和枠は。ね、うん、ちょっと遅番が。うん、何これ、620号とか。はい、チェリコいらっしゃい。うん、とか今体重測ってない。役割分担決めてるわけだあって、うん、まあじゃあどうだろうな、うん、まあそうだね、それもね、ちょっと考えないとね。うん、私は褒めるときだけにした方がいい。なるほどね、ロビさん。ちょっとまああれしとくわ。正規は努力に入りますね。整形は。だって女性にとって整形費用ってかなり高額じゃん。だって下手したらバイトとかで貯めて整形するぐらいだから努力だよね。ゼロワンさんだからって、まあその通りですよ、西村さん。はい。彼ちゃん今説得してるから、まあ既読無視だね今。整形しなきゃいけない顔ってかわいそう。整形しなきゃいけない顔ってかわいそう。顔が整ってる人からしたらそう思うんかな。
ーさん以上のことをやってるんですか？何？作業とか？何原田さん以上のことって、原田さんがやってることは俺にできないし、俺がやってることはできないでしょ、うん、違う。まあ俺がやってたことって選手を集めたりスポンサーを集めたりとか、うん、出てほしい選手にね、もう交渉したりとか、圭之助さんとかもそうだよね、うん、その連絡っていうのも分けてやってるからね、まあ、怒ってるっていうのはまあ配慮が足りないんじゃね、それも仕方ないじゃん。だから連絡を任した俺が良くないんじゃない、ちょっと奈々ちゃんちょっと分かんない、うん、まあ直卓さんも俺が交渉したからね、うん、まあ直接俺が言うべきだったねそれは、うん、まあ、その通りですよ、うん、ちょっと考えようか、うん、これもまたね、予算は24日じゃない？今日何日なの？予算は、うん、25、今日挽回されるんじゃない？よっさん、うん、あ、機能されてるんだ。してないの配信、配信つけてないんだ、うん、ないので、お茶飲んでます。お茶。いや、事態今せ、今交渉してるんやって、かやちゃん。だから連絡はしてるんだけど、ね、その連絡っていうのはその文面考えて多分送信してるから、うん、タイトル変えた方がいいかも、うん、どうしよう、
だからまずね、俺がどっかから新幹線乗ってたじゃん。多分帰ってきてたんだよ、新幹線ね。新幹線で東京に帰ってる時に原田さんに電話して、じゃあ俺が着いたら配信するんで、まあ、連絡はお願いしますっていう経緯なんよ。まずはね、だからそういう決定事項とかその大きく変わる時は、まあ、配信は俺がするっていう役割だから、で今問題になってるのは、まあ、直拓さんとかロビさんっていうのは俺がお願いしてなってもらってるから、直接俺が言うべきだったよねっていう、連絡すべきだったよねっていうことよ。そういうことでしょ。でも一応そういう経緯で一応役割でやってるから、だから選手もスポンサーも圧倒的に俺が関わってる部分で、連絡も俺がすべきだったよねってことでしょ。そうそう、配慮が足りなかったんよ。でこうなって気づいちゃってるからね、俺も。ちょっと今待ってるな。今内容見てないけど、さらにちょっと大きな人物から今連絡来たから、ちょっと見てみるわ。関係なかったね。言われても仕方ないですね。中心に、おはよう。スパークはエンタメで済まない。そんな熱い気持ちがあるの、そのリスナーさんは。してなかった、期待してるのかしてないかどっちなの、文句言ってる人は期待してないんじゃないの、期待値が。期待しすぎてる、まあ、何もないからね、ふわっち。
これじゃあフワッチオワコン、何今は何、俺がやってないのがオワコンになるんじゃない。何お前とパルだけでって、あ、みほちゃんね、うん、何空気変えようとしてるみほちゃん、大丈夫だよ、うん、やっぱ受け止めないとね。やばい、すごいちょこちょこお茶飲んじゃう、どうしよう、ちびちび飲んじゃうね、お茶を、うん、ちょっと分が悪いねこれね、うん、ボーナス中だから、うん、美穂さんボーナスどころじゃありません、ちょっと、うん、ボーナスどころじゃ、うん、必ず、言わないようにしてることをちょっと、うん、ここまで来ちゃってる、どうしよう、うん、行っちゃえ、ちょっとまだちょっと我慢し、呆れてきたかも、西さんちょっともう本当にやめて、うん、もう西さん追い打ちかけないで、乳首話してた頃に戻りたい、乳首の話してる頃に、何時間、1時間ぐらい前、乳首の話してた時に、終わりますか、ちょっと配信終わりたいと思います、はい、ちょっとこんな感じになりましたけど、配送ではなくちょっと、いろいろします、ちょっと考えます、はい、卑怯者に配信終わるのが配信終わってもダメ、うん、考えるって何ですか、いろいろですよ、いろいろ考えることあるじゃないですか、
くさんありますよ。考えることだらけですよ。今まあ配信でね、なんか電話するのもちょっとね、まあ、ネタっぽいしね、うん、配信切ってすべきじゃない、うん、配信切ってすべきじゃない、うん、どっちかっつうと、うん、配信外の方がいいんじゃないですか、配送ですか。あの0番押し外してもらっていいですか。ちょっと職人マンさん、はい、あのね、押しに配送って言われる筋合いないんでやめてもらっていいですか。ちょっとね、押し付けるの、失礼します。